マイナス10キロ食べて痩せるおやつトップ3お伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せるための4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では一つ目の項目です。なぜこのおやつで痩せることができるのかというその痩せるポイントについてお話ししていきますね。まず一つ目です。腸内環境が整う材料が使ってあるからなんですよ。嬉しいですよね。だって痩せるためにはあなたの腸内環境が整っているかどうかが大前提になってくるんですよ。なぜかというと腸内環境が悪いままどんなにこうダイエットね頑張ったとしてももう絶対に長期的に痩せることはできませんし、またそのデブ菌と呼ばれるその悪玉菌がいつまでも腸に居続けてしまわれてはもうとにかく甘いものがやめられない止まらないとか脂っこいものが好きですとかね、もうそれはあなたが悪いんじゃないんですよ。あなたの腸内にいるその腸内細菌デブ菌の餌だから結果あなたが欲しくなってるだけなんです。すごいでしょう。実は自分が食べたいと思ってるわけじゃなかったということなんですよ。腸内細菌たちが欲しがるものが結果自分が欲しがってるものってねここつながってたっていうことがねあるんですよね。もうこれを知った時衝撃でしたね。なんだって私が、まあ、過去ですね私も今よりも10キロ太っていたことがあった、もう体調も悪かった、もう特にもう肌なんかボロッボロでもうとてもじゃない今あなたの前でこうして人前に出るなんてねもうとんでもないってもう見せられないっていう状態で本当辛い時期があったんですよ。でその時に私はやっぱり甘いものがやめられない止まらないとかもうどんどんもうダメって分かってるのにねもうこれ食べてるのが原因って分かるのになんでやめられないのも自分のバカバカってこう思うわけですよ。自分を責めてませんかあなたも。でもそれはねあなたが悪いんじゃなくってあなたのね腸内細菌がね悪いんですよ。あなたが大丈夫悪くない。じゃあどうすればいいかっていうと私がこの YouTube チャンネルでお伝えしているようなその腸活です。腸を整える食べ物に置き換えていくと腸内細菌の痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちがまず増えます。そしてそこに餌を与えることができて結果どんどんあなたの腸内にずっとこう住み着いてくれる状態環境を作ることができるんですよね。じゃあどうなるかって言いますとあなたの食べるものが変わる味覚が変わる、そして結果根本的に痩せ体質へとあなたは生まれ変わることができるということになるんです。ですから今私は今こういった体型がキープできててプラス10キロなんてもう絶対ないですし、もうほんと数年前に比べるともう今もここ何年間も病院なんてねかかってないんですよね。すごく元気なわけです。またこうして人前に出てもう本当に楽しくお仕事もできているっていう腸を制すればもう人生を制するって言ってもう断言できるぐらい私はこの腸活で救われたんです。ですからあなたももしいろんなことがうまくいってないともう体型も変わって自信がない人前に出るのも嫌だった昔はあんなねこう同級生とね会えてたのにもうこんな風になった自分はもう嫌だからもうなんとなくお付き合いも遠のいてるとか体調が悪い太ったおかげで腰も痛い膝も痛い股関節が痛いとか生理がひどいとかねもういろんなのはあなたが悪いんじゃなくて腸が悪いのでその腸を改善するためにぜひこのおやつもお役立ていただければなって思います。ではどんどんいきましょう。次無添加です。これもとっても大事。無添加であることがイコール腸内環境を整えることになるからなんですね。なぜかというと添加物たっぷりの例えば化学調味料、まあ、別名調味料かっこアミノ酸などと書いてあるのが化学調味料なんですよ。気をつけてくださいね。またカロリーオフとか糖質カットとかでも甘いみたいな人工甘味料を取ってしまったり、また食べるプラスチックと呼ばれるようなトランス脂肪酸というものが入っている、まあ、ショートニングとかマーガリンとかねファットスプレッドとかそういったものを召し上がってしまわれると
腸が一気に疲れてしまうんですよね。まあ腸だけじゃないです、臓器です。そうするとどんなことが起こるかと言いますと、あなたがせっかく食べたものが消化吸収できず、結果ビタミンミネラルが不足し、その結果ホルモンが作れなくなる。じゃあどうなるか、行き着く先はもう味覚の異常で、甘いもの脂っこいものがどんどん欲しくなる。しかも体重をコントロールするホルモンがうまく働かないで、どんどん設定値が勝手に上がっていく。もういいことゼロなわけですよね。ですから私が選ぶおやつというのはこういった無添加のものというのを選んでいます。この動画以外にももうたくさんたくさんおやつ動画出していますから、ぜひそちらもご参考にしてくださるととっても嬉しいです。では3つ目です。タンパク質になります。痩せるためにはタンパク質がしっかり摂れていないと痩せることができないんですよ。なぜかというと、もうそもそも内臓や筋肉の材料ですから、そこが摂れていないとなるといかがでしょうか。もう一気に代謝も落ちて、もうどん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 太ってしまう、その負のスパラルになってしまうわけですよね。特に女性の私たちはとにかくタンパク質をしっかり摂れているかどうかというのがもう大前提になってきますから、ぜひダイエットを成功させるためにはこの良質なタンパク質もおやつで摂れたら最高ですよね。では次の項目2つ目です。痩せるおやつは何でしょうかということで、今回は成城石井さんのブランドで選びました。もうもちろん先ほど項目1でお伝えしました痩せるおやつのポイントが全てギュッと詰まっている美味しいおやつですので、ぜひ楽しみにご覧くださいね。ではいよいよここから3つ目の項目、痩せるおやつのランキングということで、今回トップ3選んでまいりました。順を追ってお話ししていきますね。ではまず第3位はこちらです。はい、成城石井の有機キヌアのマクロビクッキーになります。こちらですね、やはり普通の、まあ、市販のクッキーいろいろあると思うんですけれども、先ほど冒頭でお伝えしました通り、もうほとんどマーガリンとかショートニングとかファットスプレッドとか、要はその添加物トランス脂肪酸がたくさんね、一つのクッキーにどれだけ入ってるのっていうぐらい、もうこれもう3つセットでほとんど入っていることが多い中で、この成城石井さんの有機キヌアが入ったマクロビクッキーというのはもう一切添加物ゼロなんですよね。もう本当ありがたいな、もうこんないいものを作ってくださってって本当思うんですよ。もうマーガリン、動物性原料、白砂糖が不使用で、マクロビ素材です。で小麦粉は小麦粉なんですけれども、その精製された栄養がない小麦ではなくって、小麦の全粒粉の方です。茶色い粉の方ですよね。そしてしかも有機原料です。そして甘味料には白砂糖とかね、そういった人工甘味料ではなくって、アカシアの蜂蜜と有機ココナッツシュガーが入ってるんですよ。ちょっと見てみましょう。原材料名です。小麦粉は全粒粉です。しかも国内製造。そしてココナッツオイル、ココナッツシュガー、キヌア、蜂蜜、食塩のみなんですよ。もうこれ素晴らしいですよね。いや、そして私が嬉しいのは、あの災害復興支援の対象商品ということで、このマクロビクッキーを買うとこういった支援金の一部として寄付もできますよっていう、なんかね、こうほっこりする商品ですよね。もうこれも大好きなんです。もうこれを買うことでこういったお手伝いもできるんだなと思ったら、本当になんかこうお役に立ちたいって思う一品になってます。でこちらがですね、ちょっと見てみましょうか。一緒にね、ちょっと試食してみたいと思います。ね、これおしゃれでて、これキヌアのお話なんですけれども、あのキヌアってご存知ですか。要はあの雑穀なんですが、もうこんなちっちゃいね、つぶつぶの雑穀なんですけど、キヌアってもうほんとスーパーダイエットフードなんですよね。もうとにかく糖質の吸収量をギュッと下げてくれますから、糖質を取るんだけれども、その吸収率が悪くなるわけですから、まあ、いい意味で。そうすると脂肪を溜め込みにくくすることができるんですよね。でまた高い栄養価を持つその食品なので、キヌアが入っているだけでその栄養バランスも取れてしまうということで、なんとなんと食物繊維が白米の10倍もあるんですよ。すごいですよね。キヌアお茶碗1杯分が白米の10杯分ですよ。これすごいなって思います。それが入っているクッキーです。ちょっと見てみましょう。
香りがいいですね。あのココナッツの優しい香りがします。でこちらね、キノアの粒粒がもう本当にちょっと見にくいですよね。もう本当ね、もう1ミリもないようなキヌア見えます？髪かけもう粒々が、まあ、この一つのクッキーにどれだけ入ってるのっていうぐらいキヌアが入ってますね。ちょっといただきますね。あ、結構硬いです。あのクッキーっていうよりはあのビスケットみたいな硬さですね。はい、ではいただきます。これはものすごく美味しいです。で甘さもあのココナッツシュガーと蜂蜜なので優しい味がします。これはおすすめですね。もう第3位にしてしまってごめんなさいねってぐらい美味しいです。でこちらはですね、100g、あの1袋 90g 入ってるんですけれども、栄養の成分表示は 100g あたりになっていまして、エネルギーが 437kcal、 ちょっと高めですよね。タンパク質がでも 5.8g、 脂質が 23.5g、 炭水化物が 53.2g 入っています。でこちら蜂蜜が入っていますので、あのご存知とは思いますが、1歳未満のお子様には与えないように気をつけてあげてくださいね。では第2位はこちらです。成城石井のお魚スナックサクッとイワシになります。このネーミングもね、可愛いですよね。こちらがですね、ほんのり、まあ、甘いお味ということで、1パックあたりが 95g です。でこちらカロリーが 341kcal、 タンパク質がすごく豊富で 45.0g、 脂質が 3.9g で低いですよね。炭水化物が 31.5g ということで、こちらですね、裏の原材料名を見てみますと、カタクチイワシの煮干しと食塩、砂糖、いりごま、還元水飴だけでできています。でこちらはよくあのアーモンドいりことかね、ありますよね。あんたもんよりもあのこのイワシの大きさが大きいんですよ。ちょっと開けてみましょうね。でこんな風に中にね、フィルムがあって、これを取るようになってますね。乾燥しないように。わあ、甘い香りがしますね。あとそのごまの香りですよね。いりごまのすごくいい香りです。で結構大きくって、見えますか？これ何センチかな、5、6センチぐらいあると思うんですけどもね、しかも太くて、もう丸ごとって感じですよね。ちょっといただきますね。失礼します。わあ、これ本当にあのお出し取る時の、 あの立派なイワシのあの大きさですよね。いただきます。うん、あのこちらも甘さが控えめで、しかもあのアーモンドはね入っていないので、あなたがもしその素焼きの、まあ、ミックスナッツとかのアーモンドとか割りだったら、あのアーモンドと一緒に召し上がっても、あの本当アーモンドいりこみたいな、あんな形で食べれると思うのでおすすめですね。ただアーモンドはこちら入ってませんけど、もう本当にもうまさに魚の塊ですから、もうこれはものすごい栄養が取れますよね。もうタンパク質もそうですし、カルシウムとか、あとあの糖質が低いですもんね。しかもあのオメガ系の痩せるオイル系も取れてしまいますから、これはおすすめですよ。では堂々の第1位はこちらです。成城石井の特選味付けうずらの卵になります。もう卵はですね、もうスーパー栄養食品と呼ばれるぐらい、もうとにかく栄養バランスや栄養価が高いものになりますよね。なのでダイエット中のおやつとしても、ゆで卵であったり、そういったのも私おすすめしているんですけれども、今回この成城石井さんで見つけたものはあのすごいんですよ。成城石井セントラルキッチン和食料理長監修の
和風だしをしようって、これどんな方ってね、すごいご存知ですか。すごいですよね。で、国産のもちろんうずらの卵を柔らか食感に仕上げましたということで、嬉しいのが国産の丸大豆醤油使ってくださってるんですよね。で、また化学調味料はもちろん不使用です。あの、こういったおつまみ系って化学調味料もものすごく入ってるんですよね。例えばこうコンビニさんとか行かれるとおつまみコーナー行くじゃないですか。そしてこう何かね、あなたにお伝えできるような無添加のおやつないかなって探すんですけど、ないです。本当にないんですよ、特におつまみ系って。そんな中で、はあ、やっぱりないかと思いながら残念に書いたところ、私この地元のあのデパートさんで成城石井さんのコーナー見つけたんですよ。そこで、ああ、これもおつまみ系だけどどうなのかなって、裏の原材料を見ると、と言いますか、もう表から化学調味料不使用って書いてくださってたっていうね、これもう最高ですよね。ちょっと開けてみましょうね。もうとにかくあのおやつってもう無添加が一番なんですよね。もうプラスそのあれこれ味付けしてないのが本当はもう本当ベストだなって思うんですよ、そのまんま。ただこちらはね、ちょっと味付けしてくださってる卵なので、ゆで卵とはちょっとまた違う感覚で食べるかな。かわいい、見てください、こんな一つ一つこんな真空パックになってます。これが全部で8個入ってるんですよね。でこちらはですね、5個、まあ、8個入りなんですけども、栄養成分表示が5個あたりですね、カロリーも低いですよ、79キロカロリー。もう他の2つと比べても全然違いますよね。そしてタンパク質が 5.4 グラム取れてしまって、まあ、ここもありがたいですね。そして脂質が 5.1、 炭水化物が低くて 2.7 です。これは小腹空いた時いいと思いますよ。ちょっと1ついただいてみますね。でこちらすごくね、ありがたいことに、この開けやすさもわざわざイラスト付きでね、説明してくださってるんですけれども、指で角の端を折り曲げると開けやすくなります。そんなことまで書いてくださって、ちょっと開けてみますね。指でここ端をこうやって折って、その対角線上のこのオープンというところをちょっと開けてみましょう。ここをこうして、ここをこう持って反対側を三角で持って、そしてこうなる。わあ、もう開けた途端香りがすごいです。いただきます。少しね、汁気がありますね。ちょっといいですか、このパクッと。失礼します。もうね、これは気をつけないと一袋全部食べちゃうかもって。かがでしょうか、これ。ごめんなさいね、よく噛まないと飲み込めないたちなので時間がかかってますけど、ちょっとお水飲んできますね。はい、戻ってまいりました。お待たせしました。こちらはもうこれ薄い味付けなんですけども、しっかりした味がついてて欲しいですよ。これちょっと食べ過ぎ注意ですね、気をつけてくださいね。これメインのお食事にしてもいいぐらいめちゃくちゃ美味しいです。おかずになるかもっていうぐらい美味しいです。これはあのお子様とかにもいいでしょうね。ただあのうずらの卵でちっちゃいので、あのこのつるんとね、ほんとつるんとしてるんですよ、表面水気があって、なんでこうほんと飲み込むときこううって詰まらせる可能性があるかもしれないんで、しっかりあのつるんと飲み込まずによく噛んで、よく噛んで召し上がってみてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。今回は痩せるおやつトップ3ということであなたにお伝えしました。すべて腸活をベースとして、私腸活専門家が選んだおやつですから、安心して召し上がっていただきたいなと思います。ただすべてどれも全部美味しいので、食べ過ぎだけには注意してくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。